11月12日にウブラブで鮮烈なデビューを果たしたジャニーズ事務所の7人組グループなにわ男子が早速洗礼を浴びた。メンバーのものと思われる別途写真が流出したのだ。果たして処分はあるのか。デビューに向けてメディアをジャックするなど着々と準備を進めてきたが、水面下ではきな臭い話が流れていた。 SNS 上に高橋恭平の別途写真などが流出し、一気に拡散したのだ。ウブじゃないんかい、デビュー前から流出早くね、などと批判の声が噴出し大炎上した。芸能プロ関係者、ジャニーズ事務所のタレントに遊ばれた女性が大きなイベントに合わせていかがわしい写真を流出させることはこれまでにもあった。素行が悪かったりすると流出しがちと語った。スマホの普及により国民総カメラマンと言われる中、タレントとしてはいつ写真を撮られてもおかしくないという緊張感を持たなくてはならない。ベッドで写真を撮られるとは自覚が足りないと言われても仕方がない。ここで注目されているのが滝沢秀明副社長の出方だ。事務所幹部に就任してから所属タレントの風紀の乱れに厳しく対処してきた。芸能プロ関係者はさすがにデビューしたばかりとあって処分はできないだろうというのが大方の見方。ただ次に同じようなことをしたら厳しい罰が待っているとも語った。それでなくても近年の滝沢副社長はプライベートは当然として仕事現場でも写真の流出に気をつけてきた。テレビ局関係者はタッキーはジュニアのコンサート会場で取材にも応じているのですが、たとえ報道関係者であっても写真は絶対に撮らせない。こっそり撮影した人も必ず見つけ写真を消すように通達。本当に削除したかカメラ内のメモリを確認する徹底ぶりと語る。そこでついたあだ名は絶対に撮らせない男。裏方に回ってもプロ精神の塊のような滝沢副社長からすれば、ベッド写真流出などもってのほか。高橋には美醜を窮が据えられるだろう。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。